いよいしょよ、ライジオです。今日もやっていくんですけど、今日はね、ペカ工場やっていきたいと思います。ということで、いきましょう。グラチャレーって感じなんですけどね、今日はね、ペカをね、やるって昨日の動画でも言ったんですけど、マルチでね、めちゃくちゃやってるんですよ。ね、理由はね、やっぱね、バルキリーとかね、そういうね、固めの陸がね、ちょっと増えてるんで、ね、メガナイトとかね、まあメガナイトは別にいいんですけど、ネクネクとかはね、単純にきついのもあって、よろしく。なんで、そうなんですよね。固めの陸がやっぱ多いとね、めんどくさいんですよね。もう一枚ぐらい出るだろう、これ。よいしょ。オッケーオッケー。これワンチャンペッカー入れていいな。あー、ファイボ来るか。めんどいな、それは。まあまあまあ、こんな感じでね。オッケー、一発入る。いや、入るよ。なんで？なんで入らんの？よいしょ。まあ、とりあえずね、こんな感じで。っていうと、ギャンギャン回していき、あと1枚でガゴって感じですかね。ファイボも使ったか。ファイボ使ったから、これガゴからのバルキリーですね。なるほどね。はいはいはい。バルキリー。で、これファイボ回ってるんですよね。そうそうそう。なんで、ここにエレックを出していき、これペッカ挟んで良さそうだな、普通に。で、右側に工場。よいしょ。これで、グッバイじゃないの、これで。オッケー。な？全然だ。やばい、これカウンティーが怖い。怖えよー。頼むから弱めのカウンター来い。これ許してもよかったかな、ワンチャン。まあ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 。やば。ラバか。2周目マージャーちゃんを狙う。で、高速で出していき、こうバルキリーとか来ますね。はい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 。ラバルかこれ。あーんだな。オッケーオッケー。はい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 。よいしょ。あー、これいらんかったかな。あ、いいやん。まあ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 、いいやんいいやん。これで墓石がん来ない来ない。オッケーオッケー。一発入るか。はい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 。いいですよ。いいよいいよ。全然いい全然いい。オッケー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 。はい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 。はい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 。ファイボ切ったばっかなんで、このペッカめちゃくちゃ痛いですね。これ墓石切るんで、はい。で、これ陸なくなるんで、右に振ります。いいよ。バルキリーしかない。よいしょ。OK。イエーイ！ボコボコピーヤー！グッドゲーム！まあ、ラバルもね、ボコボコにできちゃうぐらいね、ワイのペッカ工場はね、ちょっと優れています。ワイのペッカ工場がね、強いだけであって、ペッカ工場自体はね、そんな、てかね、マルチで少ないんですよ、そもそもペッカ工場が今。あのね、ペッカトルネとかは、ペッカトルネスキャラとか、ペッカトルネバルーンは結構いるんですけど、あのね、それだと、あれなんですよね。そう、ペッカ、なんでペッカボーイズはダメでペッカトルネあれなのってやつね、ペッカに対してネクロをね、ピューってトルネで吸うと、あの、ネクロトルネプラスペッカの一撃でワンパンできるんですよ。で、そのトルネでスケも消えるから、ネクロ直殴りできるんですね。なんで、強いんすけど、それがね。そっちにメガナイトか。まあ、これは、受け入れるか、普通に。よいしょ。ね、強すぎな？ネクロとかいうカード。このミリ残りでね、そんなに持ってっちゃダメ。
よいしょ、一発いけー、センキュー、オッケーオッケー、これ絶対ネクロしかいないでしょ、あなた、オッケーオッケーオッケー、いいよ、これでフルで入る。でこっからケツメがないとかケツネクロかどっちかが来ると思うんで、左に来たら、マジャチ合わせて、右に来たらポイズ合わせようかな。そう、あでもんー、でもダクネ、ダクネだったらザップだけでいいしな、正直。はいはいはい、メンテナンス、なんでだよ、なんで、なんでそういうことすんの、なんで俺が動画撮ったらさメンテナンスとかするんよ、マジで。オッケーオッケー、これはまあ許容していいっすね。はい、センキューメーン、オッケー。でネクロがないんで、はいはい、ゴーストパーン飛ばしちゃいますよ。これゴーストもないんで、ゴーストじゃない、おいしょ、おじょおじょ、これネクロが来そうだな。オッケー、若いザップ、オッケー、ジャキーンって感じで結構いいですね。なんでメンテ組んだよマジで。え、これ大丈夫かな、普通に尺的な問題。よいしょ、オッケー、センキュー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 、あ、エリゴレですね、なるほど、オッケーオッケー、ありがとうとお礼言っていきましょう。まあね、エリゴレぐらいならねいけますね。ネクネクぐらいの、まあギリギリギリいける。ネクネクのね、やっぱね、ジャイとかもね普通にやっぱネクネクだときついんですね。今の相手もネクネクをちゃんとエリゴレにつなげてこなかったり、あのね単純にね、なんだろう、今カードパワーが強いカードが多すぎて、ペッカでさえ、あの昔はこのカードパワーが強いって言われてたじゃないですか。なんだけどペッカでさえね、あのね、そう強くないんですよ、単純にカードパワーがね。いやまあ普通に平均的に見たら強いんですけど、それもっと強いカードが多すぎるんですね。そうなんで、エリゴレもそうだし、トリトンもそうだし、ネクネクもそうだし、もう言っちゃえば今の環境ネクネクとトリトン入れとけばね完成しちゃうんですよ、デッキが。もう多分ネクネクとトリトンだけ入れて、あと5枚自由枠みたいな、そんなね、そんな感じなんですね。でそれにエリゴリ入れたり、ジャイ入れたり、ディガ入れたりして、まあね、そんな感じの環境なんですよね今。そうだからやばい、これバトルいけないよな多分ですよね、これね。どうしようか、これもう一回ラバルの振り返りでもし、あー、え、これ見れないの、見れないの、リプレイも。どうするこれ、雑談する？雑談、雑談しますわ、じゃあ。こんなん。なんでそんなことになるの、マジで。ひどくね？俺せっかく動画撮ろうとしたのに。動画撮ろうとして、俺、そっからね、ジムにね、行こうとして、あ、てかそう。俺ね、今やばいんすよ。あれ？これいいかな、話して。いや、いいよな。なんか、いや、やめとくわ。これ、この話、あのね、多分解決したらね、皆さんにもね、話したいと思うんですけどね、結構やばい話がね、今何個かあるんで、今度ね、なんか、誰かとコラボした時とかに、なんか最近あったやばい話みたいな、そういうところでね、話したいと思いますで、マジでね、結構やばい。多分聞いたら、嘘でしょみたいな、なると思いますね、反応的に。結構やばい話があります。はい、なんですけどね。じゃあなんだろう、なんか話せること。やべえ、俺さっきなんか、そうだ、今日ね、ジム行こうとしたんですよ。ジムってか、俺、韓国で、太りすぎて、やばいっす、マジで。あのね、なんか、みかんさんとか、60キロ台突入したとか言ってて、もう結構痩せたなーって感じで、でラットとか、テンゴットは、もうなんか、あんま飯食わんすわ、みたいな感じで、俺もう40時間何も食ってないっす、みたいなこと言ってて、ラットが、いや、お前、ずるすぎだろ、みたいな。で俺なんかもう、日本帰ってきてから、なんかもう、連続で焼肉行ったりしてて、もう今日も多分行くんで3日連続なんですけど、そうジム行った後に焼肉行くんで、まあ、ね、言ったらまあまあプラマイゼロみたいなとかあるんですけどね、言っちゃったらね、なんですけど、いやちょっとね太りすぎたな正直。韓国でね好き放題やってたらね太っちゃったっすね。いつも夜8時にご飯食べて、ちょっとお腹すいたから12時にフチのね
部屋に行ってご飯食べて、で朝4時に朝マックが始まるんですね、韓国って。なんで朝4時に始まるから、朝4時にマック行って朝マック食って、でそこから寝て、で4時からまたね、あの寝て、そう夕方の4時ね、16時から、チーム練習が始まって、そうね、で7時までご飯食べてみたいな、そうずーっとね、そのサイクルを繰り返したんですよ。もう真逆、もう真逆のサイクルを繰り返したら太っちゃったね、太っちゃった。でみかんさんとかね、朝マック行かないとか言ったりして、でラットとか天狗ったらね、別にそんな太ってないんで、ね、行くって話して、もうやばい、もう本当にって感じでね、このオフシーズンね、また腹筋が、割れてた腹筋がね、まあ、蘇ってくるように、したいと思いますってことで、マジ何の話って感じで、多分ね、俺がもうね、試合終わって、試合行かない、あの、8分ぐらいの時にね、もうブラウザバックした人がほとんどだと思うんですけどね、くだらない会話に付き合ってもらってありがとうございます。ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、明日も、動画出していこうかな。明日はね、クロスぐらいの動画出そうかな。ワンチャンもう一回ね、今日2試合しかやってないんで、ペッカ出そうかなとか思うんですけど、って感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、会いましょう。バイバーイ。あ、高評価、チャンネル登録もできたらよろしくお願いします。